これを3・11以降全国各地で演奏しているうちに、これにこの曲にすごい共鳴して、この曲を演奏してくれるミュージシャンがたくさん出てきました。でその今度聞いたリスナーの人から、この曲 CD にならないんですかっていうことをすごいいっぱいいただいたんですよ。ですっごい嬉しくて、ぜひ CD 化したかったんですけど、でもたくさんのミュージシャンがプレイしてくれて、そもそも私は詩だけしか書いてないし、これをラビラビのアルバムに入れるっていうのもなんか違うな、どうしたらいいのかなっていうのをすごい考えてたんです。考えて考えて3年も経ってしまって、これはいかんと思って、来年の2015年3月11日にこれを CD としてリリースする。したんですけど、この CD ね、作るために当然あのみんなでね、あの 大好きって言ってくれたミュージシャンと一緒にあのこれをレコーディングしようと思ってるんですけど、レコーディングして CD にするのに実はお金がいてね、でそれをねあのこうやって喜んでくださる皆さんとカンパでねちょっと作れないかなって思ってるんです。この CD 作ったらその CD の売り上げを全部福島の子供たちに送り届けようと思っていて、ラビラビラも、ね、いつものように責任を持ってしばらきに現地まで行ってね、あの間違いなく送り届けます。あの福島の子供たちの健康をなんか維持するようなね、何か役立つようなことに使ってもらえるように送り届けたいと思うので、ぜひともこの CD を作りたい。なのであのもしよかったら皆さんのお力を貸してもらえないかなって思ってるんです。であそこのね受付のところにあの CD があると思うんですけど、その横に銀色のパスタボールがパスタボールあると思うんです。はい、そうそう、それさんありがとうございます。それよそれよ、そこにあのチャリーンって入れてもらえたらね、それで CD を作る。チャリーンでもいいしさ、あのなんかふわってしてもらってますよ。あれじゃん、なんかこう折りたためるようなやつとかさ、ふわってあの入れてもらったりとかするので、ね、その CD を作って、皆さんの音楽を届けながら、子供たちに支援できるような力をね、届けたいと思ってるんで、もしよかったらあの全員力を貸してください。よろしく、よろしく。You
全然いいですよ。